こんにちは、恋愛婚活スタイリストのジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日はですね、いい人止まりで終わってしまう人の切り返し法についてお話をさせていただきたいと思います。結構ね、いつも自分はいい人で終わってしまうっていうね、こうお悩みとかもすごくいただくんですけれども、いい人で終わってしまう人っていうのはやっぱりいい人だけを演じてしまったりする時があるんですね。で、以前にね、こう自分のキャラを知れっていうお話をして、そことちょっと共通している部分はあるんですけれども、いい人で終わってしまう人はどうやって切り返したらいいか。例えば、チャラく見える人だったら、こう真面目キャラを演出しろっていうお話をさせていただいたんですけれども、チャラく見えるんだったら、なんかチャラく見えるよねって言われた時に、いやめっちゃ真面目だよっていう真面目アピールをすること。で、逆に真面目そうだよねって言われた時に、いやもう実はめちゃくちゃね、こうチャラいかもよみたいな、毎週土曜日は、クラブでめちゃくちゃ踊ってるかもよって真面目な顔して言うとウケるんですよね。で、必ず嘘だけどねって真面目な顔して言うと、あ、こんな真面目そうだけど結構面白いこと言うんだなっていう風に思ってもらえたりします。なので、こういい人止まりで終わってしまう人はギャップを狙って、こう面白く笑わせてあげると、いい人だけで終わらないで、その先彼氏候補として見てもらえますので、ぜひ頭に入れておいてください。ではですね、メルマガの方から5つの動画をプレゼントしてます。有意義な話をしてますので、ぜひ受け取ってください。そしてですね、 LINE のお友達コメント欄から募集してます。こちらですね、毎日違うことをつぶやいてまして、私からね直接お返事をさせていただいてますので、ぜひ楽しみにしててください。メルマガ、LINE、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。ではここまでになります。ありがとうございました。